コダック DCS420 コダック DCS420 デジタルバックは各種フィルムカメラ及びデジタルバック専用カメラに装着してデジタルカメラ化するためのオプションユニットである。中盤カメラや大盤カメラなどにおいては多数の機種がフィルム装填部を取り外すことが可能であり、この点を活かす形でフィルムバックの代わりにこのデジタルバックを装着することによって デジタルカメラにすることが可能である。デジタルバックには、イメージセンサー、画像処理プロセッサー、機種によっては、液晶モニター、メモリカードスロットなど、デジタルカメラで必要な要素が組み込まれており、カメラ本体を準備すれば良いだけである。また任意に、取り外しが可能なことから、センサーのみの更新ができることや、 フィルムバッグが用意されている機種ではすぐにフィルムカメラに戻して使用できるというメリットを持つ。イメージセンサーは3344から3 6 4 8ト、mm、ル。大きいものではフィルムの645フォーマットに匹敵するサイズなど多岐にわたり従来の中盤カメラで使われていたフォーマットと比べると小さいものが大半を占めるものの通常よりも はるかに大きいサイズのものを搭載しており、2000万画素を超える超高画素のものを搭載している機種もある。高画質を得られるが、イメージセンサーのその大きさゆえに価格も高額となっている。このため135フィルム使用カメラベースのデジタルカメラでは満足できないプロユーザーが使うことがほとんどである。2005年にはライカが一眼レフカメラ、ライカ R8。 R9 用デジタルモジュール R というデジタルバックを開発発売した。コダック製イメージセンサーは135フィルム版に比べて面積が約半分しかない、いわゆる APS-C サイズの 17.626.4mm で、このため専用のフォーカシングスクリーンが用意される。SD メモリーカードに RAW-TIFF-JPEG の画像を記録。 約1000万画素135フィルムカメラがベースのため中盤カメラに比べて過半性に優れている中盤カメラ用デジタルバッグのメーカーありがとうございます